ステッドはテキスト文書についてのコメントを Web ページ経由で集積するため利用されるフリーソフトウェアパッケージである。初期のバージョンはソフトウェアフリーダムローセンターがその顧客であったフリーソフトウェア財団に提供するサービスとして2005年後半から2006年中頃まで同所で開発された。 このソフトウェアは GNU ゼネラルパブリックライセンスのバージョン3の走行策定の過程において公開の協議を可能とするよう構築された。ステッド上にホストされた文書にコメントをつけるにはユーザーは2、3 5またはテキストから文を選択しその特定のテキストに怒りを打ち込むが如くコメントをアンカーしていく必要がある。これは望ましいことだがこの要件により コメントを特定することが容易となり、また、コメントの関係性をよりわかりやすくさせるであろう。また、すでに付けられたすべてのコメントは、革新機ユーザーにも見えるようになっている。コメント数が多いテキスト箇所は明るく色付けされ、コメント数の増大によりテキストのカラーコーディングが暗くなっていく。ステッドは JavaScript と XSLT そして p ー r l により実装され、 リクエストトラッカーの一部を利用している。初期の開発は SFLC の CTO であるブラッドリー・エム・クーンにより管理され、SFLC に1年契約で採用されたオリオン・モントーヤにより実装された。今日までステッドが展開されたサイトで有名なケースは GPLV3 の走行策定プロセスサイト GPLV3.fsf.org で利用されているのみである。 2007年11月21日、クーンは SFLC がステッドをフェロゼネラルパブリックライセンスの条項のもとリリースすることを発表した。このことによりステッドは自身のソフトウェアライセンスの創造に利用されたと知られる最初のプログラムになった。2009年時点ではステッドは活発には開発されておらず、代わりにそのプロジェクトページは COOMON というソフトウェアを推奨している。このソフトウェアは機能的には非常に似通っているが、Python と Jango により作成され、s a p i n s p o i c により開発されている。ありがとうございます。